じゃあね、待って、今少ししか多分できないと思う。こうやって避けちゃうから、多分乗ってきちゃうね。ね、テンションが変わると、あくび、眠いのハッピー、どう、うん、今首がさ、ほんのわずかに後ろに行ったの分かる、行ってる。こうするとね、もうあんまほら触れない、これ、あーダメなのね、この時みんな、じゃあ これはあの触れないっていうサインね。頭も、頭やんと多分くちばし上向くよ、こう、お、大丈夫か、あ、ダメだ、よく、あ、ダメなのね、これはダメなのね、この時はね、しばらく使わないとダメかな。これ水浴びしたか。水浴びした。そうだよね。またお風呂に行きました、さっき。今日3回ぐらいお風呂入ってる。そうだな。ちょっと待ってね。行かないでって。行かないで。これちょっと一回止まってきたら多分戻るんだよ。ああ、そうかそうか。顔ならね、結構こうやって触れまくれるんだ。顔で触るのは、OK、なの。手はね、あんまり好きじゃない。背中ばっかじゃないそれ。そうなの。うまく映ってくれない。あまりにも この距離もさ、あまりにも下だと嫌なんだよ。大体このぐらいの距離が一番良くて、パッティの場合。そうか、じゃあちょっと このぐらいの距離感がちょうどいいのね。肩に乗るとすっごい近いよね。カメラもあってね、もうね。肩はどうつく、なんか一番落ち着いてるのかな。その時ね、胸とかだとね、あんまり見ても気にしないんだ。こうやってズボン、でもこれや、このズボンをね、これやりすぎるとね、ほら、あ、嫌がってる。そうだね、あんまり気分害さないぐらいに、で、喉は結構大丈夫。今なんかそんなでもないな、ね、喉。どんな気分なんだこれ。なんかね、あんまりイチャイチャする気分ではない。そうだね。今日はちょっと気がそがれているのね。ご飯。怖っ怖っ。ちょっと怒ってんね。今日は不機嫌。食べるまだ。この時だとね、結構何やっても大丈夫。指しゃぶり中。このフリーズ中だとね、ゆっくりやればほら。ちなみにこれね、頭はこうやって OK だけど、これね、羽はダメなの。ああ、そうだね、体の向き変えてる。なんで頭 OK なんだろう。本当だよね。でも頭より羽が大事なのね。頭もね、ああ、
子供たち、ね、起きようとしちゃったらもうダメだよね。そういうことじゃないよね、うん、じゃあ今日はこの辺ですね、うん、はい、というわけでハッピーの触り方講座でした。講座持ってはい、ありがとうございました、うん、バイバイ。